ワン、ツー、スリー、ファー。
うん、そう、あの時のあのドタキャンの頃よりちょっと痩せてて、でなんかみんなでレコーディングをして、今度3月17日に出るアルバムに私らのお客さんの声も入ってるっていう、レコーディングしたんで、ちょっとそれが楽しみです。はい、ね、それで、私たちレディーバード、京都レディーバードウィズ何だよ山さんにも下ネタですそうなんですで、一応着物、あれ着物はどうしたの？下に脱いだらすごいいいじゃん。なんかそうそうそう、あのちょっとお正月が終わりだけど、ちょっと着物っぽい服を着ようということで、で本当今日あの2ステージ制だったんですよね。そうっていうか、ね、当初の予定です。当初予定っていうかね、でもやろうかなっつったら、なんか全然メールが先に、すいません、私がメールの返事を返してます。あの感情入れないでください。なので、あの私たちだから練習を全然してないので、レディーバードバージョン、アコースティックバージョンとあのバンドバージョンとあるのをちょっと今分割したので、この2人ちょっと忙しくなっちゃうんですけど、もう1曲やったらちょっとレディーバードバージョンになるので、あのよろしくお願いいたします。今年もはい、次はともちゃんのあれですね。ともちゃんのリクエストがありましたので、はい、スイートメモリーを。そうなんですよね、練習一度もしてないThank you.
もう下辺って言っちゃったの下辺の加工言ってみてなかなか言うことがないんです女王さんは無料切ってる後ほどまたメインのことですよろしくお願いします。で今日なんでこれこの衣装って何の衣装か分かりますか。あ、それで勝手に憎み切れない、ね、あそうなんです。今日ですね、あの実はオッチーというボーカルの方がいるんですけど、男性ボーカルの方がいるんですけど、その方がジュリーの曲を2曲歌う予定だったんですね。今朝ですね、電話がありまして喉を腫らしちゃったということで、なんか声が出なくなるような風邪が最近流行ってるとか、で病院行ったらなんかお薬を出されたらしいんですけど、家で歌ってみたら喉痛くて声出ませんって電話がかかってきました。なので急遽やる予定ではなかったことをやりますか。あ、1曲ちょっと1曲先にこれやっていいですか。実はまさかのアリさんがさっきそうズニーさんにリクエストしてたのがまさか私今日やろうと思ってた曲でリンコラコイなのでやることでしょ。ウクレレだけだからちょっと寂しげかもしれない。でも曲的にはちょっとね冬の歌だからいいかなと思って昔のタイガースの明治チョコレート。そう、明治チョコレート。はい、君だけに愛をの B 面の、落ち葉の物語、はい。コーラスが結構重要なのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。きっとわかる。きっと歌い出したらわかります。昔の。
タタタタタタ。で一個あのギターを弾く手ってとこをちょっとウクレレに変えちゃいましたけど、はい、誰も間違いに気がつかなかったからそのままやったんです。はい、ありがとうございます。じゃあ次ともちゃんのソロです。はい、私のソロ、はい、ご視聴ありがとうございました。
あで結構これはね頑張りました。あのコピーも頑張りました。ね、コピー頑張って、どこを拾うか、ね。俺もう一回聞きたい。ありがとうございます。久保田咲いいよ。ね。優しい。これあのモチーフモチーフ。タラタラタラ。私船持ってた。あ、昔ある。昔あるの。ある。うん。もう最近ほら何かの時にどうなるかわからないから多めに船を持つってしました。じゃあモチーのために。私の会を歌います。憎みきれないろくでなし。はい。Oh, yeah.
ありがとうございます。シモンズの恋人もいないのですね。はい、続けてください。はい、はい、で今度は恋人ができた方ですね。はい、ですね。別に別に、広いのは恋人なんです。Yeah.
した寒い、あそうか、あのね、まあそこのところはちょっとひょんとこ許していただいて、私もちょっと理由があるもんですからね、長袖でもちょっとよろしくです。モンモンが見えちゃうとまずいでしょ。ああ、そっかそっか結構ね、ここ暑いですね。暑いですね。なんか汗がちょっとなっちゃった。そうですね、かかってますか。脅威の怖いっていう、こっちが先で、はい、でこれはちょっとリクエストをいただいたやつですね。ということでいいのかな、うん、なんか最近、ね、大丈夫ですよ。やだ、竹内まりやさん、はい、thank you.
ありがとうございます。はい、では、最後の歌いでしょうか。はい。はい、おっさんたちあと1曲で寄せますね。え、私たちの最後の。そう、そうなの。最後です。あ、うん、実量な感じ。あれ、ジュリーがいない。あ、ジュリーですか。ジュリーどこ行ったんですか。あ、ジュリーは。ジュリーやるときにつける。そうですね。え、ジュリー見えないの。寂しい。寂しい。お客さんに指示する。見えない。見えない。バックジュリーですね。下に落ちたのこれ。
してますね。綺麗なハーモニーを伝わってください。それではですね、今日あのジュリーさんもいらっしゃってて、今日はあのジュリーの日ということになってますので、最後はジュリーの曲いきますか。はい、これはハモリが結構ね、重要ですよ。残りのお子さんのパートをお願いします。怪しい人さえはね、いいね、ちょっとね、ゆっくり買って買うんだよ。
かわいい。